今流れた曲はアニメファンなら一度は聴いたことがある印象的な音楽。実はこれらの曲は全て一人のクリエイターが手掛けた楽曲なのだ。そのクリエイターの名は沢野博之。機動戦士ガンダムユニコーン、進撃の巨人、キルラキル、ギルティクラウン、戦国バサラ、青のエクソシストなど数々の人気アニメの音楽を手掛けてきた劇伴作家。現在放送中の話題のテレビアニメアルドノアゼロの音楽も担当するなど、今最も注目を集めている存在。今回は沢野博之とはどんな人物なのか、そして劇伴作家とは何か、沢野博之本人の言葉を交えながら紐解いていく特集、劇伴作家沢野博之。劇伴作家っていうのは、なんと説明するのが一番わかりやすいんでしょう。劇伴作家ですか。まあ映像音楽の作曲家っていうことですかね。あのサウンドトラックだったり、そういう映像における BGM を作る作曲家っていう感じですかね。はい。劇伴作家として劇中に流れる全ての音楽を作り上げる沢野。そんな彼が作り出す音楽の特徴とは。単なるエレキ使うとかそういうことだけのことではなくて、ロックっていうのはあるかもしれないです。その自分の作ってる曲の中に。それは別にエレキの音がなんないオーケストラの曲、オーケストラだけで作ってる曲においてもソウルの部分もあるじゃないですか。その気持ち的な部分っていうか、聴いたらなんかすごい力が入るみたいな感覚になってくれればいいなっていうか、まあ、自分もそうなりたいっていう思いで曲作ってるってところはあるかもしれないですよね。はい。劇伴音楽はサウンドトラックとしてリリースされることも多い。インストルメンタルからボーカル曲まで幅広くアニメの世界観を表現している。例えばメロディー作ってきた時に歌の方が多分かっこよく表現できんじゃないかなって思うことがあるんですよね。作品によってはそう歌を入れない方がいいってものがあればそうできないこともあったりはするんですけれども、あの割かしここ最近の作品はあの監督とかもボーカル曲作るなみたいなことも分かってくれた上でオファーいただいたりとかしてるんで、やりたかったことを本当になんか両方できてるっていうか、自分的にはすごいありがたいその場所だなっていうか。一つの作品に数十曲以上必要とされる劇伴音楽はどのように作られているのか、その制作過程とは。オファーは、まあ、作品にもよるんですけど、アルノノアとか、まあ、ここ最近やっぱり割と早いと、まあ、1年前ぐらいにオファーいただいて、そうですね、2ヶ月前ぐらい、放送の2ヶ月前ぐらいには作り終えてて、だからまあ作ってる期間も極力はやっぱり1個の作品にいろいろなるべく時間を割きたいなと思ってるんで、要はもう40曲ってメニューがあったら、初めのそのやっぱ2ヶ月ぐらいは要はデモを作るっていうか、まあデモって言っても僕の場合基本はもうほぼ完成状態な感じで、あとは生に差し替えるぐらいの方まで作ってっちゃうんですけれども、それをやるのが2ヶ月ぐらいで、レコーディング自体はそこからまあ1週間ですかね。1週間の中でもまあミックス作業もあったりはするんで、まあレコーディングが4日間あってミックスも4日間ぐらいあるっていうのが割かし最近やってたりはする感じですけどね。基本的に鍵盤で作ってます。鍵盤で作ってます。はい。鍵盤以外、そうですね。割とエレキ対応するくせに全然エレキとか弾け、ギターとか弾けないんですよ、僕。はい。普通ギターでこんなフレーズ弾かないのにみたいなのも無理言って素晴らしいミュージシャンに普段演奏していただいてるっていうところはありますね。はい。メニュー表にはこうなんて書いてあるんだろうっていう。みんな見たことないと思うんですよ、メニュー表って。メニュー表はでもそれもやっぱ音響監督次第で、わりかしそれぞれ音響監督によって書き方が違かったりするんですけど、もちろんこういうシーンで使うって想定のことがまず書いてあるのと、それに対してまあ細かい人はテンポが速いものがいいのかとか、編成は厚い方がいいとかですね。ただまあ基本はその戦闘曲なのか、そのまあ心情寄りの曲なのかっていうのは分かるような説明がある程度は書かれてはいますけれどもね。はい。そして現在放送中のテレビアニメアルドノアゼロでは、劇伴の音楽だけでなく沢野博之ヌジークとしてエンディングを2曲制作している。劇伴とエンディング曲アライズには
ある秘密が隠されている。今回まあ、エンディング曲を沢野秀樹のジークっていうあの今年から始まった僕のボーカルプロジェクトが担当させていただくことになったんで、まあ、そこでエンディングの曲を担当するので、そのメロディーを、まあ、逆に劇伴の中にちょっと生かしてっていうアプローチで、まあ、エンディングとその劇伴をそのなんかシンクロさせるようなことができたらいいなっていうのは、まあ、あんまり多くやってこなかったことだったんで、その辺がまあ自分の中ではポイントかなとは思ったりはしてますけどね。はい、そう、今回思ったのは、もしかしたらお客さんによっては劇中で使われてた曲が歌になったって撮る人もいると思うんですよ、今回の流れでいくと。でも実はこっちは初め歌として作ってた曲をインストの中に使ってる、インスト用にアレンジしたっていう感じなんですけども、でも今回その流れがやっぱアライズって曲が出るまでには3話まで他の話があって、その話の中で先に劇版としての本が先に流れてたんで、お客さんにはまた逆にこっちの作った作り方とは違う受け止め方してもらえたら、それはそれで面白いなっていう感じはしたんですよね。はあ、劇版というフィールドの中で様々な変化を見せる沢野。そんな彼にとって劇版作家としてのやりがいとは。自分的にマニアックなことをやったとしても、それがちゃんと映像の音楽として求められているものであったらば、成立するっていうか、それは作れるっていうところは、だからある意味音楽的にいろんなことがやれるなっていう面白さがあるっていうか、それにもう売れなきゃいけないことを前提に作んなきゃいけないっていうわけではないので、だからそういう意味ではなんかいろんなアプローチができるそのフィールドだなっていうのは、僕はそれがなんかそこがありがたく、言っちゃえばまあ頼まれてもいないのに歌の曲入れちゃったりとかするっていうこともシンクロする部分とか、その相乗サウンドトラックの中にこれまで割とボーカルをフィーチャーした曲も入れてきたので、そのボーカル曲をいろんな作品からこう集めて、それのライブがやれたらいいなっていうところで、去年の11月にですかね、自分の名義でヌジークっていう一応そのライブの名前で始めたのが最初で、いつかその自分がボーカルプロジェクトとかやるようなことにつながってったらいいなーなんてことを本当に思ってたところがあって、そしたらもうすぐにというか、それからちょっとしてちょっとやってみませんかっていうお話をいただけたんで、そこでじゃ あ自分もやりたかったことなんで本格的にちょっとやりたいですっていうのが最初始まったところではあると思うんですけれども、はい。沢野はこれまで劇版サウンドトラックに小林美香やエイミー・ブラック・シュレイガーなど様々なボーカリストを起用してきた。そして2014年から始動した沢野博之ヌジーク第1弾ボーカリストはエメ。すごい幸せなことでしたかね。やっぱりエメさんってアーティストが、まあ、ボーカリストがやっぱり本当にすごいいろんな表現をできる方だったん でやっぱ僕の曲ってメロディーのこの抑揚があったりするんで、歌う人からすると結構大変だったりするみたいなんですよね。ロックの曲だったりエレクトロニカな曲だったりバラードまで、なんか自分が勝手にこんな曲作りたいなっていうのを勝手に作っちゃったんですけども、それをまあエメさんなりに解釈して表現してくれたっていうのはやっぱりエメさんのおかげだなっていうふうには出来上がった音楽聴いた時に思ったりはしましたけどね。はい、ボーカリストも誤解を招いちゃうかもしれないですけども、でも楽器の一部っていうか、やっぱりそのサウンドの中に必要な、まあ、特にメインとして必要な楽器の一部っていう感じで思ってるところはありますよね。もちろんボーカリストっていうふうにリスペクトはしてますけれども、自分が作ってるサウンドの中に声という楽器でどういう音色が欲しいかっていうところを考えて曲作ってるってところはあるかもしれないですね。はい、
ボーカリスト探すときに一番重要視してたのはやっぱりボーカリストのその声が僕はやっぱ重要視してるので、そういう意味ではやっぱ水木さんの声はあなんかこの方とやったらまたちょっと自分の違う音楽を表現できんじゃないかなっていうふうに思ったのはありますね。はい、こうしてほしいっていうイメージとしては2曲通して部分的にエアリーなささやくような歌い方がすごく欲しいっていうものが多かったですね。私にとってはそうですね、チャレンジな2曲ですね。もう一人の自分ができたようなすごく飛躍の2曲でした。アズ、アライズの2曲ともエンディングテーマとなっている。その経緯とは、アズじゃないアライズともう1曲最初に作った曲も2曲もどっちもちょっと気に入ってはいたんで、その時から2曲エンディングとかってないのかなとかっていう風なことはちょっと浮かんではいて、ただまあその後に本当にそのアズって曲ができた時にアズとアライズだとやっぱ対比した2曲になるなと思って、だと余計その気持ちが強くなってって回によってどっちか片方が流れたりっていう風にしたら面白いんじゃないかなっていう風に思ってたっていうところはありますね。はい、アズ、アライズ対比した2曲について水木が感じたこととは。そうですね、アズの方は曲調がすごく明るいんですけど、なんだろう、すごくこう皮肉を言っていたりとか、なんだかこうグッと突き刺さるような曲だという印象がありました。アズと真逆で、まあ、曲調暗いんですが意外とロマンチックだったり、アズと違って逆に救いがあるというか、ちょっと読みづらかったり、はいはい、単語っぽくなってる、はいはい、そこはこの間水木さんと素直じゃない人なんだあ、そうですね、あ、立てます、天の弱なんですよ。ただまあ、暗号っぽくしてるっていうのは割とそのだからあまりにも具体的に人に伝わってほしくないっていうか、あくまで詩に対する意味合いっていうのは自分が分かってたいことだったりっていうところで書いてるので、読む人にはあんまりその自分がこういうふうに考えてるんだっていうことをそんなに伝えたいなんて思ってないんですよね。それは逆に言えば読む人はその人なりのいろんな解釈してほしいと思ってるんで、それこそアルドノアの世界となんかリンクしてる歌詞なんじゃないかって取っていただけたらそれはそれでありがたいので、そういう意味でもわりかし抽象的にしてるっていうところはあるかもしれないですけどね。最後に沢野博之ヌジーク、これから目指すものとは。そうですね、まあ、この本当に今回今年からその沢野博之のジークっていう形でまあボーカルフィーチャーしたプロジェクトをやらせていただけることになって、今後もなんかこのプロジェクトをよりまあいろんな方とやったり、もちろんその水木さんとも新しい曲とかも作っていけたらいいななんて思ったりはしてるので、今後もそうしたいろいろ僕のボーカルプロジェクトっていうんですかね、それに興味持っていただければ光栄でございます。